六町の目駅は、宮城県仙台市若林区六町の目中町に位置する仙台市地下鉄東西線の駅。駅番号は T12。福駅名はサンピア仙台前。県道23号仙台潮釜線と都市計画道路清水工事多賀城線の交差部下に位置する。ホームは地下3階にある。南市、北市の計2カ所。南一 出口北待出口あたり、駅周辺には工業団地と小建て中心の住宅地が広がる。駅周辺の地名、六町の目に由来する。駅の近くの大使堂には一辺が書いたと伝えられる、南無阿弥陀仏の文字が左右裏返しで刻んである石碑がある。その石碑が六字の名とも呼ばれ、さらに生まって六町の目となっていた。また、地名としては、 六町目と表記されることもある。当駅では仙台市営バスとの乗り継ぎは想定しておらず、当駅周辺に所在した六町の目、西町、白山工業団地、六町の目中町のバス停は、当駅開業を機に廃止され、六町の目南町、バス停は元の場所から離れた別地点のバス停名称となった。そのため、 東駅周辺の仙台市営バスと東西線との乗り継ぎは、新井駅と薬師堂駅で行われている。なお、高速バスに関しては、都バス仙台石巻線のみ、六町の名駅、停留所を設置している。石巻業は乗車専用、仙台業は降車専用であるが、東西線との乗り継ぎが可能となっている。ありがとうございます。